皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はこちらに用意してありますけども、リストラップの正しい巻き方についてお話をさせていただければと思います。ベンチプレスをはじめとする、プレス系の種目ですとか、高重量を扱う方はスクワットで使う方なんかもいたりします。私もスクワットの時にも使ったりするんですけども、そういったトレーニングの時に手首をね保護してくれて、トレーニングを補助してくれる道具なんですけども、もちろんね適当に巻いても効果はあるんですけども、リストラップの目的とこの特性というのを理解した上で正しい巻き方をしていただくと、最大限にですねこのリストラップの効果が発揮できますので、今回はそのリストラップの正しい巻き方、どこにどういうふうに巻いたらいいのかということについてお話をさせていただければと思います。まずなぜ使うのかということなんですけども、この手首をしっかりグッと固めてあげて、手首を安定させることで、怪我を防ぐということにあるんですけども、このリストラップを巻くときにどの辺に巻いたらいいのかということですね。でリストラップを巻く位置の目安としては、手首がこうあって、小指側の、ここのところにポコッと飛び出てる骨があると思うんですね。ここからまっすぐ親指側に移動していくと、こっちにもちっちゃい骨の出っ張りがポコってあると思うんです。でここの骨の出っ張りにリストラップの端っこが来るように巻いていただく、これが基本になります。でこの骨の出っ張りのところっていうのは、ちょうど手首の関節があるところなので、そこを一旦ねこう手でギュッと握ってもらえば分かると思うんですけども、手首安定するんですよ。全く動かないっていうわけでもないですし、それでいてブラブラ自由に動くってわけでもなくて、ちょうどよく関節がこう動きすぎないように止めてくれる位置っていうのが、この骨の出っ張りのところが目安になりますので、そこをめがけて巻いていくっていうことになります。 B レジェンドのリストラップには、こういう輪っかループがついています。でこのループを親指に通して巻くと巻きやすいですよっていうことでつけたんですけども、ベンチプレスの競技とかね、そういうパワーリフティングとか競技をやってる方の中には、このループを使わずにこういう感じで小指と薬指で挟んで巻く方がやりやすいっていう方もいたりします。これはお客様の好みでやっていただければいいと思うんですが、私はいつもねこのループ親指に通して巻いてますので、このやり方でご説明をさせていただきます。で先ほど説明したこの手首の骨の出っ張りのところに、リストラップをしっかり合わせていただいて巻いていくんですけども、その時に手首を上の方に曲げる背屈と言いますけども、しっかり手首を背屈させた状態で巻いていきます。で最後ループ使ってた方はループを外していただいて完成という感じになります。なぜ巻いていくときに手首を上に上げる背屈させるかと言いますと、ベンチプレスをはじめとするプレス系種目を行っていくときには、怪我をしにくくて力を入りやすいフォームを作るためには手首を背屈させる必要があります。手首がこうまっすぐになった状態でバーを持っていると脇がね開きやすくなるんですね。で脇が開いてしまうと肩への負担が大きくなって怪我のリスクが高くなってしまう。で力も入りにくくなってしまうので、ベンチプレスやるとき、ショルダープレスなんかもそういう場合もあったりするんですけども、特にベンチプレスをやるときなんかは手首をしっかり背屈させてバーを持つことで脇が締まりやすくなって怪我もしにくい、力が入りやすいフォームが作れますので、この背屈したところでしっかり固定して安定させてあげるためにリストラップを巻いていくときにはしっかりね手首を背屈させた状態で巻いていくっていうのをおすすめしています。でこのリストラップですね、結構伸びます。ビヨーンと伸びるんで、どれぐらいの強さで引っ張って巻いたらいいのかって迷う方いらっしゃると思うんですけども、目安としては巻いた時に手の色が変色しない、あとは手のグーパー、指のグーパーがスムーズにできるぐらい
の硬さっていうのは基準になります。これは人それぞれ好みがありますので、もっと強く巻いてすぐにねこう外さないと、うっ血しちゃってこう手が変色しちゃうぐらいまで強く巻いた方がやりやすいっていう方も、まあ、中にはいたりするんですけども、一応基準としては巻いた後でも手がね変色しない、グーパーが楽にできるぐらいの強さで巻いていただくと、まあ、そこが基準になるんじゃないかなというふうに思います。今はまあ、ベンチプレスやる時のリストラップの巻き方なんですけども、実はスクワットをやる時のリストラップの巻き方っていうのはまたちょっと違っていてですね、スクワットでまあバーを担ぐ時っていうのも手首は背屈するんですけども、ベンチプレスほど背屈しないんですよね。まあ若干背屈するぐらいで、逆にそこからもっと背屈してしまうとバーがずれてしまってバランスを崩してしまうとか、手首を怪我してしまったりとかね、そういう恐れがあるので、スクワットの場合は逆にある程度手首を背屈させつつも、それ以上ですね手首がぐっと背屈しないようにサポートする必要があるんですね。でそういう場合はどういうふうに巻くかというと、まあ、ベンチプレスの時に巻いた骨のね出っ張りの位置から、まあ、指1本分ぐらい上のところに巻いていきます。ほんのちょっとの違いですけども、これで結構変わってきます。ベンチプレスの骨の位置から1センチぐらい上で、これも巻いてくる時には軽くですね手首を背屈させていきます。こんな感じですね。やっていただいたら分かると思うんですけども、ベンチプレスの時と比べると手首が自由に動いてくれません。まあそれだけ上で固めてるんで、それだけ自由度がなくなってくるのは当たり前なんですけども、こうすることでスクワット中に手首が背屈しすぎてバランスを崩したり手首を怪我したりということを防げますので、余裕のある方はねぜひ使い分けてみていただければいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つですね、ベンチプレスとスクワットで共通して注意していただきたいことは、リストラップの端を揃えるっていうことですね。今見てもらうと分かるかなと思うんですけども、このリストラップこう重なっているところしっかり揃ってるんで、綺麗に巻けてるじゃないですか。焦って雑に巻いたりすると、まあ、ちょっと極端にやりますけども、こういう感じに、これはものすごい極端にやりましたけども、まあ、要するにこういう感じでリストラップの端の部分がずれてしまうとうまくこう固定するサポートする力は働きませんので、面倒ではあるんですけども、しっかりねこう端っこ揃うようにしっかりきれいに揃うように、巻いていただくと、最大限ですねリストラップの効果を発揮できますので、ぜひぜひ試してみてください。はい、今回はリストラップの正しい巻き方について説明をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。